準決勝2組出場選手を紹介します。1レーン近江くん関東学園大学、2レーン竹内くん国際医療福祉大学、3レーン堀くん明治大学、4レーン鶴田くん群馬大学、5レーン三留くん東京農業大学、6レーン中谷くん明治大学、7レーン高木くん順天堂大学、1レーン和田くん尚美学園大学、以上8名です。6レーン不正スタートです。男子 100m 準決勝2組1着和田くん尚美学園大学10秒501、2着高木くん順天堂大学